こんばんは。2019年6月11日7時31分です。19時、弟がゴッドオブウォーをやっているらしいので、今ゴッドオブウォーのどれだか分かんないですけど、 PS4 ができないので、収録でもしようかなと思いまして、はい、火曜日ですね、今日。なんか特に話もないんだけどね、この前の週末、ちょっと札幌に行ってたんですよ。よさこいとかね、やってるタイミングで。別に特に話はないな。よさこいはなんかやってるみたいだったけど、見に行ってないし、別に。ほら、私お祭り苦手だから。客として参加するお祭り苦手だから。これは何回も言ってると思うけど、そういう行列とか人混みとか、なんかイベントとか苦手なんです。なぜかって、いろいろね、よそ行きの理由はいろいろつけられるんだけどね、人混みが嫌だとか、人が多いのが嫌だとか、うるさいのが嫌だとか、頭が痛くなるとか、本音を言うとね、これも本音も何回も言ってると思うけど、他の人と同じことをするのが嫌なんです。でもお祭り、そういうイベントって来る人がいっぱいいるでしょ。私もそういうたくさんの人と同じことをやっているとこう思えてしまうわけで、それが嫌なんです。だから運営側に回るのは大丈夫ですよ。運営側に、だって一緒、立場が全然違うもの。客と運営側はちょっとしかいないもの、少数派になれるもの、マイノリティリポートですよ。まあ言ってもね、別に運営側もさ、オンリーワンではないんですよ。考えてみれば、運営してる人だって、例えばよさこいだったら100人単位でいるでしょうし、私がやってた東大の学園祭の実行委員も数十人単位でいました。オンリーワンではない。運営側に回ろうが、要は人と同じことをやっているんですが、だからそれは大丈夫なのは、そこはもう私個人の気分というか、好き嫌いというか、そういう個人的な感情の問題なので、確かにその矛盾を指摘されるとどうにも言葉に詰まってしまうんですが、私個人がそういう好き嫌いなのでしょうがないでしょう。好きなものは好きだからしょうがない。嫌いなものは嫌いだからしょうがない。だ、食べ物の好き嫌いなんてそうでしょ。これも何回も言ってるけどさ、うちの弟は果物がほとんど嫌いで、食べる果物は 3つだけなんです。3種類。リンゴ、パイナップル、ちっちゃいブドウ、デラウェアっていうちっちゃいブドウ。他は全部食べない。巨峰は食べません。ちっちゃいブドウを食べるくせに。マスカットも食べない。イチゴも桃もメロンもスイカもマンゴーもバナナもみかんも食べないんですよ。ドリアンも食べないよ。マンゴスチンも食べないって。アセロラ食べるわけないでしょ。ブルーベリーも食べないよ。食べないんだよ、全部。だから、リンゴとパイナップルとデラウェア以外食べないの。で、私が全部食べる私からすれば、違いがわからないわけよ。でも、それは、そういう人間の好き嫌いって不合理な部分は多々あるんですけど、こう突き詰めていくとね。なんでそこに線が引かれてるのみたいなのはあるんですけど、それはまあ不合理だと言ったところで、好きなものは好きだし、嫌いなものは嫌いなので、それはしょうがないじゃないですか。で、別に
法に触れない範囲で生活できるのであればさ、その好き嫌いを強要することないじゃない、おかしいって言って、お前の好きなものと嫌いなものの違いが分からん、お前の好き嫌いおかしいって言って、その人に嫌いなことを強要する必要ないじゃないの。だから私も嫌いなことはやらないから、よさこいは見に行かなかった。まあ札幌駅周辺をうろうろしていたので、よさこいで踊る人たちの行列はいろいろ見ましたが、やっぱあれかっこいいね、よさこいの衣装、あの長いハッピー、あの膝より下ぐらいにまで届いてるあの丈の長いハッピー。踊る側に回るんならもうちょっといいですよ、だって踊る側は見てる人より少ないもの。でも踊る人も意外とたくさんいるんだけどね。踊る側もやだな、そんなに見る側と変わんないね。やっぱり運営側が一番いいね、運営側が一番少ないからね。それ運営側だって100人何百人いるんだけど、また同じ話すんのか、また同じ話をしないといけないのか。いてオンリーワンには慣れてないよ。例えば運営委員長になればね、肩書きが委員長かどうかわからないけど、委員長になればそれはオンリーワンですよ、それはその通りですよ。で一運営スタッフなんて下っ端で他に何百人同じような人間いるんだから、それでオンリーワンになれるわけじゃないだろうって、じゃあ祭り見るのも一緒だろうと言われても、それは私の中では一緒ではないの。なんで一緒じゃないのか私にも分かりません。それはなんで運営は許せて見るのは許せないのか、そういうよくわからない不合理な線引きが私の好き嫌いの中でされているのかは、それは私にもわかりませんが、さっきも言ったけど、好きなものは好きだし嫌いなものは嫌いだろう。で別に嫌いなことをわざわざする必要ないじゃないですか、不合理であってもさ。いいかい、うちのばあちゃんは、父方のばあちゃんは炭水化物が全部嫌いでした。ご飯食べない、パン食べない、うどんも食べない、そばも食べない。だから毎日主食でご飯の代わりに豆腐を食べてたんです、あの人は。すっごい偏食だった。で生魚も嫌いだった。でも寿司は好きだったの。お前ばあちゃんのことお前って言っちゃダメだね。まあ、それ嫌いなもの、嫌いなものだよ、あなた、寿司って。飯、普段食わない飯の上に普段食わない生魚が乗ってるんだよって。でも寿司は好きだったんだ、本当に。これは、わからないよ。わからないけどさ。じゃあ食えるだろって言って刺身食わすことないじゃない、ばあちゃん。じゃあ食えるだろって言って白飯食わすことないじゃない、ばあちゃんに。ということを私は言いたい。いやー盛り上がったね。盛り上がってないよ別に。あとね、まあ時間があったので割と札幌周辺を、札幌駅周辺を歩いてフラフラしてたんですが、あの北大祭というのがやってました。北海道大学です。いいですか、北海道なんちゃらは北を取る場合と北海道の道を取る場合があります。北海道大学は北大、北を取ってますね。北海道ガス、北ガスです、北を取ります。北海道新聞は道新ですね、道を取るんですね。北海道警察署は道警なんですよ。北海道警察署？なんやそれ。北海道警で。神奈川県警察、神奈川県警。北海道警察、道警なんですよ、そう。この道は、早見もこみち。これガリガリガリクソンみたいだよね。北大祭がやってたの、そのよさこいと同じタイミングで。私が言った日付がバレるね、これ。別にいいんだけどさ、バレても。
だから北海道大学、北大ってね広いんですよ、めちゃくちゃ広いんですよ。これね、私が高校生の時に行ってた予備校のね、河合塾のメプロってとこですけど、予備校の国語の先生が言ってたんだけど、北大ってすごく広いのよ。なんか札幌って地下鉄とね路面電車が走ってるんですけどね、どっちだか忘れたけど、なんか2、3駅分ぐらいあるの、敷地が。本当に、あと冬は校内で雪倒れるとか本当にあり得る事態なの。冬場は校内で八甲田山状態って、天は我々を見放したってあり得るの本当に。だからお祭りがにぎわってるのもね、キャンパスのね多分一部なのよ。キャンパスの周辺うろうろしても人混みも露店も何にもないわよ。本当にないわよ。で、北大祭のなんかその実行委員、学生の委員ってなんかすごくたくさんいるんじゃない？東大の学園祭は数十人ぐらいだけど、だからすごくシフトが楽そうでいいなって思いながら見てた。見てたっていうか、そんな大して見てないけどね。客としてお祭りに行くのが嫌だから。ただ昔東大の学園祭やってた身だからちょっと興味があるから、こうフラフラ行ったけど、結局そのお祭りとして賑わってる中心部にはこう嫌で行けなかったね。だから空いてる周辺をうろうろしてたよ。と、大学の事務局とかあったよ。ビューロー、アドミニストレーションビューローが。なんやねん。なんやねん、はい。はい。はい。まあ、札幌の話は、これぐらいに。しまして、スマステーションしまして、タバコを吸う女性、はい、何の話じゃ、だ話がないのよ本当に。もう話が、山ちゃんの話はしたじゃない、前回。山ちゃんから前も言ったけど、一目置かれたいと思ってますから、私。これはでも尊敬ではないから。尊敬っていうのは、この人、偉いなっていう感情だと思うよ、私。この人、すごいなは違う。さんまさんやまっちゃんや山ちゃんのことは、すごいなとは思います。羨ましいとも思います。才能があって。もちろん才能だけでのし上がったわけじゃないでしょうから、それ相応の努力をしてるんでしょうが、3人とも。でもその努力を続けられるのは結局才能があるからであって、その才能っていう、努力する才能とかそういうことじゃなくて、その笑いの才能の方ですよ。笑いの才能があるから努力がこう、もう打てば響くわけですよ。努力がすごくちゃんとこうすぐ効果的面に返ってくるわけよ。それは元の才能があるからですよ。才能ない人がね、いくら努力してもね、まず頭打ちになるしね、し努力の効果も薄いわけよ。才能ある人が努力すると経験値が500入るところ、才能ない人は同じ量の努力をしても経験値が5ぐらいしか入んないわけ。成長も遅いっていうこと。だ、そういうのは羨ましいなとは思うんですが、
これはだから尊敬ではないんですよ。ね、私が尊敬する人というのは、これも前言ったね、好きな、あ、違う違う、嫌いなことに一流のクオリティを発揮できる人です。一流のクオリティを発揮できる人というのは大抵そのことが好きです。好きだからできる。さんちゃんもまっちゃんも山ちゃんも笑いが好きだから一流のクオリティでお笑いができます。当然好きだけでは一流のクオリティは出せません。多少は嫌いなこと、気の進まないこともやんないといけません。それは当然そうです。それはどんな業界だろうとそうだと思います。弁護士だってそうですよ。それはそうですよ。で、気の進まない人も会わんとあかんし、よく知らん分野のことも調べないとあかんし、それはでも結局本業が好きだからできるわけで、気が多少はね。でもその本業が嫌いなのに一流のクオリティが出せる人というのは私は尊敬します。お笑いが嫌いなのにさんちゃんまっちゃん山ちゃん並みのクオリティでお笑いができる人、弁護士が嫌いなのに無罪判決取れる人、これは尊敬しますね。ね、そんな人いないと思うの私。それはね、いないと思っていますよ。だって嫌いだと無意識にいろんなとこで手抜くもん。もうそこはそこはいろんな局面で無意識に手抜いて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 、なんか完成品はよくわからないものができますから、私がカレー作るときと一緒ですよ。カレー作るの私別に好きじゃないから分量とか守んないのっけ。水 100g 測んなくていいよ、こんなん適当でいいだろって言って全部の素材の分量を適当に入れるから最終的によくわからないものが出来上がるわけよ。なんか煮込みともなんともつかないものが。嫌いでしょうがないのに、それは一流のクオリティを発揮できる人、これは尊敬します。本当に尊敬します。いたら。でもそんな人今んところ私は見つけてません。そしていないと思っています。一流のクオリティを発揮できる人は例外なく自分のやってることが好きなはずです。好きじゃないと一流のクオリティ出せないと思います。で、私が尊敬する人は今のところこの世にいません。いないんです。いいですか。山ちゃんのこともすごいなとは思いますし、羨ましいなとも思いますし、この人に一目置かれたいなとも思い、おんでてってって噛んじゃった。思いますが、尊敬はしてません。はい。これも奴隷道徳かもしれないんですがね、そういう一流のクオリティを発揮できてる人を蔑むための、まだどうせ好きでやってるんだろうって、好きこそものの上手になるだろうって思われるっていう、そういうあれかもしれませんが、まあそこの側面は否定しませんが、でも真理だと思っています。はい。特に根拠はない。なんだ、何言おうと思った、今一流のクオリティ、クオリティの一流、違うな、何言おうと思ったの。一流のクオリティでしょ。好きだからできる。好きこそものの上手なれ。そうそう、仮にお金をもらっても嫌いだと多分できないと思うよ。すごく十分な量のお金がもらえるとしても、嫌いだと一流のクオリティは私出せないと思います。
笑い嫌いな人に1億やるから漫才やってみろって言っても、ちゃんとした漫才できないと思うよ私。ちゃんとした漫才できなきゃ1億やんねえぞっていうことにしても、できないと思うよ私。ボンコボン？ボンコボンは確かに相方のことはお互いに嫌いそうですが、笑いが嫌いではないと思う。二人とも。どうかな。あとどうする？この話する？釣り師の話。釣り師の話。釣り師の話する？なんかね、そのさっき言ったね、予備校で、この一番最初の出会いは予備校なんですが、私の同級生女性なんですが、一番最初の出会いは予備校です。その河合塾のメプロというところです。で、同じ年に東大入って、同じ年に法科大学院入ってロースクールね、同じ年に司法試験受かって、彼女は札幌で修習という研修をしていました。私は函館です。で、なんか本当にね、2、3年に1回連絡が来るの。なんでかわからんけど。すごく、こっちはあなたに興味がないよっていうシグナルをさ、出してるつもりなんだけどさ、なんか本当に2、3年に1回連絡が来るの。本当にどうでもいい連絡が来るの。今回もその彼女からね、久しぶりに連絡が来てね、私はビクビクしてたわけですよ。なんか開けるのも怖いじゃない、本当にまた 2,3 年ぶりだったから。でこう一日寝かしてから開けてみたらさ、あんまり2日3日寝かせると開けるのがどんどん怖くなるから、一日24時間寝かしてから、 LINE が来たのよ。LINEが来て24時間寝かしてから、えいやーって開けてみたら、なんか弟が函館来るから、来るっていうか行くらしいから、美味しいお店教えてみたいな、非常にどうでもいい連絡だったんです。これはね、でこの彼女は私の書いた司法修習顛末記にも出てきます。カエルの顔をしている子です。司法修習顛末記でなんて名前にしたかもう忘れましたけど、カエルの顔をしている子です。で司法修習顛末記でも割とボロクソに書いたつもりだったんですけど、でも読んだ上で連絡をくれるわけですね、彼女は。私がこんなにあなたのことをそんなに心よく思ってないよっていうのは出してるつもりなんですけど、でもめげずに来るわけですよ。で、これはさ、完全に釣り師の手口なんですよ。釣り師。釣り師というのは、その立ち振る舞いから周りの男を勘違いさせてしまう、ただ勘違いさせてしまう女性のことを釣りしと言います。別に周りの女性を勘違いさせる男でもいいんですけど、で多くの恋の釣り師っていうのもいます。当然佐渡玉みたいなの、古いね例えが、同性から嫌われるタイプ
ただ奥の釣り師は天然です。天然に見えます。天然で周りの男を勘違いさせるような仕草、言動、立ち振る舞いをするんです。それはもう分かりやすいベタなところで言うと、そのボディタッチが多いとか、なんかキャピキャピしてるとか、そういうことですよ。だから私がこれだけシグナル出してるのに、そういうどうでもいいことでコンタクト取ってくるっていうのは完全に釣り師なんですよ。で、私もたまに引っかかりそうになってしまうわけですね。で、今回もそういうラインが来たから、まあこういうとこがいいんじゃないっていうのは簡単に送ったわけですよ。こういうお店が、おいしいお店教えてっていう連絡が来たから、こういうのがいいんじゃないっていうのは送ったんですけど、それで終わりなんだよ、 LINE の会話は。それ以上向こうから連絡がないのよ。ここで勘違いして、なんか今度一緒に行ってみる的なさ、そういう攻め込んだやつを送るとさ、無視してくるのよ、この釣り師は。何がしたいのかわからないんですよ。だから本当にこれ多分天然のナチュラルボーンな釣り師なんですよ。自分のそういう言動が周りの男性にどう映るかをあんまりよく分かってない釣り師なんですよ、多分。いや、それすら分かった上で裏の裏をさらに返ってきてるのかな。でもそんなことする意味がないよね。なんで私に唾つけておこうとするのかな。2、3年に1回の LINE で。ねえ、ほんと、やめてほしい。2、3年に1回こういうふうに私がすごく悩むんだから。攻め込むべきか、攻め込むべきかどうかで悩まないよ。攻め込むべきかどうかで。な、ほんとね、もうすごい釣り師たくさんいたね。東大は男女比がいまだに8人なので、この前もちょっと前ですけど、あの上野千鶴子のその新入生への挨拶、有名になっがちょっと話題になってましたが、上野千鶴子が喋ってたところを見るとまだ8人らしいですね、男女比。私がいた10年前でも8人でした。で、10年経った今もまだ8人みたいです。ってことは、女性1人に対して男が4人いるわけです、学校は。で、その男性も、多分、モサイのとチャラいのがやっぱり8人ぐらいの割合なので、そうすると、モサイ男子っていうのが全体、学生全体の 64% ってことになりますね。から、釣り師が生まれやすい、女性の釣り師が生まれやすい環境が整ってるわけですよ。だからたくさんいた、本当有能な釣り師が。私の学園祭の委員会にももう3代いた。1個上とタメと1個下に3代にわたっていた。多分2個上にも2個下にもいたと思う。2個下にはいたな。2個下にはいた。2個上はどうかな。2個上もね、いたと思うよ。いたよ。それはいたよ、絶対。これまたすごいんですよ、ほんと。毎日毎日大量なんですよ、ほんとね。普通の釣りじゃないの。早縄漁なの、ほんと。もう早縄漁なのよ、ほんと。ローラーで巻き取る勢いなのよ、釣り針を。グーって。その釣り師がパソコンの前で、これどうやんのとかって言うと、ほんと、3、4人男が教えに群がりに行くわけよ。
いいだろうなと思いながら私は見てたんですが、でもその釣り師と私とで宴会室で二人きりとかだったりすると、私にも聞いてくるわけよ、その釣り師たちは。いや、これわかるって。私はわかんないときは、いや、どうしてたかな、全然思い出せない、でも釣られてたと思う。もっと早のあるよ、だってあれは本当に。というわけで今日はこんなもんにしますが、何がしたいのかわからない。いい、いい、というお話でした。はい、大丈夫です。なんか大丈夫、本当に大丈夫、大丈夫だね、うん、最後のカラオケカルタがもう定番になってますが、ラカルなんですね。ライラライプシュー、ライラライライライラライライラライプシュー、ライラライライライラライラララライライライラライライライラライライラライライラライ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